感覚神経、別名、嗅神性神経って言うんですね。中心に求めると、中心の方行くからですね。運動神経、別名、遠心性神経っていうわけですけども、どうしてもね、運動神経と感覚神経のこの比率で、運動神経の方がこう、色濃く使われすぎるっていうことがあるわけですよね。いわゆる運動音痴、うんちちゃうよ。うよー苦しい。運動音痴って言われる人は、私、運動神経ないねんとか言う人いるじゃないですか。なかったら、そもそも生きていけませんけれども、運動神経私ないねんって喋ることもできませんけれども、喋ることも運動ですからね。だけど、この運動音痴とか言われる人は、音痴っていうこの言葉に、結構これいい言葉でね、運動音痴っていう言葉に答えが隠されてます。音痴っていうことは音の痴でしょ？音っていうことはそれを聞きましょうってことですから、つまり体の声を聞くって言葉ありますけれども、その体の音を聞きましょうってことなんで、この誘っている感覚を感じてみましょうと。今、例えばボールを投げました、野球であれば投げてる時の感じを味わってみましょう、感じてみましょうと。バット持った時の感触はどんな感じですかと。一振り振った時の感触はどうでしょうってこう感じてみましょうと。で、今長嶋監督もちょっと出てきたんですけれども、出すつもりはなかったんですけども、感じてみましょうということをするとね、感覚神経磨かれていくわけですね。ただ音痴っていうことはそういうことです。運動音痴を直すには感覚神経の方を磨きましょうってことなんですね。そうするとね、運動神経が俗にいいって言われる人は感覚神経非常に優れているわけですね。もちろん運動神経両方大事なんですよ。これがちゃんと両方、車の両輪ですから、ちゃんと働いてる人は当たり前ですけれども、今感じたことをちゃんと脳で認知判断行動して統合して、また運動神経の方に神経を行って体を動かすってことやってる。それで今やった動きをフィードバック、フィードフォワードと言いますけどもね、別名インプットアウトプットやね。ちゃんとアウトプット、何か一つの動きをしました。あ、今の動きはちょっと肩が力んでて手から先出てしまったなって感じたら、すぐ脳が改善して、もっと中心から体を動かせ、肋骨も動かせって勝手にやるわけですね。そうやってインプットアウトプットがちゃんと運動してる時に働いてる人が俗に言う運動神経がいい人なわけですね。運動神経がいい人っていう言い方するからね、このやる方やる方ばっかり意識していきますけど、運動神経がいい人っていうのは感覚神経がいい人なんですよね、つまり体制神経系っていうものですけれども、両方当たり前に大事なんですけども、運動音痴って言われてる人、今自分がやった動きがどんな動きになってるか、各関節の位置はどこにあるか、関節位置と言いますけどね、それも感じるってことですよね。とか自分の骨の位置はどこにあるか、今腕がどの辺に上がってて、どこに手があって、顔の位置どこにあって、もっと言ったら背骨の配列ね、一本一本どこにあってとか、肋骨の位置どこにあって、仙骨の位置どこにあってとか、そういったものを感じれてない人が俗に言う運動音痴って言われてる人ですよね。だからそれって直せるわけですわ。いやー嬉しい、苦しい。縦腰体操ってそれを直す体操なわけですよ。だから運動神経っていうのはゴールデンエイジ、バンドエイジちゃいますよ。ホッパディボーゴールデンエイジちゃいますよ、ホッパディ、バンドエイジ、ゴールデンエイジっていう言葉があって、運動能力がね、子供の頃の、にしっかりと運動刺激入れないと、運動神経はもう発達が止まってしまうと言われてるわけですね。発育発達学で。全然そんなことないんですから、それもただの洗脳ですからね。そんなやったら大人になってから運動能力上がるっておかしいってことになりますから、患者さんが、おじいちゃんおばあちゃんが回復すると。腰痛かったものが腰痛くなくなる、走れるようになる、そうなるのはもう体制神経系、感覚神経、運動神経の改善が起きたってことなんで、何歳になってもですね、人は運動神経書き換えることが可能天命だということですね。縦腰体操がある限り、なんかそういう風にしてちょっと気づいてはりますけれども、さすられる方に意識向けてやっていくと今の段階はすごくいいですよ。皆さんもぜひね、知っておいてほしいし、その運動神経とこのさすりというものを通じて、要するに分かりますよね、さすりとは何かって言ったら、体制神経系をちゃんと運動させて、その状態を良くする、力ませるような体制神経系の機能になっているんであれば、それをちゃんと自分自身で緩ませていけるような体制神経系の機能に変えていく方法の一つがさすりということになります。一言で言ったらさすりなんですけれども、そういうことになりますね。しかもこれ楽ちんでいいよね。もう寝転がってても好きな体勢でやっていいんだからね。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の王子 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。